嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、なんでそっつことやめてもらっていいですか、それは明らかにゃなて、<う>あなたの感想ですよ、ねなんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題が、あー、ごめんなさい。 え巨人、坂本優斗が元交際女性に品せずアフターピローのみを要求する行為を続け、妊娠させた相手に対してモラハラ発言を連発し、えー、中絶させて自殺未遂まで追い込んだことは世の中は子供たちに悪影響をすぎますよね。読むにはその事実を認めつつ報道姿勢しているけれども、6歳の我が子は Twitter で大バりして坂本選手の下品な言葉たちを人前で連呼して恥ずかしいのですが、どうすればいいでしょうか。<laughs> いやー、なんか、その、あれ確定ってやつですよね。 あの子供ってそのうんことかあのそのそ大人が嫌がることを言った時に大人が微妙なリアクションをするのを楽しんじゃうんですよ。要はそのあのあ 特殊なリアクション、要は驚いたりとか、そう,そういうの言っちゃダメですよ、みたいな、そのなんか、普通だったらそんなリアクションしないよねっていう言葉を知ると、あこのし言葉面白い色んな人に言ってみようってなるんですよ。なので、言ってほしくない言葉を子供が言った時に、それを続けないさす、続けて言わないようにするための方法は、ノーリアクションです。なんとか確定って言って、あそうなの確定したの何がっていうので、その全然面白くないリアクションをすると、これ言ってもしょうがないなってなるんですよ。 ななのでそのでそんかあの親がバタバタしたりとか周りの大人がバタバタするっていうのはよりそれ言ったら面白いよねっていうふうになるのでなのであのものすごい冷たいリアクションを大した話じゃないんですけどあのベーブ・ルースさんっていう野球選手がいたんですよ昔。で予告ホームランをちゃんとやった人はベーブ・ルースさんぐらいしかいないと思うんですけどそのまあめちゃくちゃホームラン打つ野球選手がいましたと。 でその選手があのホームラン打つぞって予告をしてホームラン打ったんですよ。でこれでベーブ・ルースすげえなっていう話に基本的には表向きになってるんですけどあと新庄さんもしてるね新庄さんってあれ予告したけどホームランも打ったんだっけあの電話そんなすごい人なのまあいいやチャットバグってないまあいいやえっ、ー、とでその予告ホームランを出すのはすごいよねっていうのなんですけど。 あれは実はその投手に対するマインドコントロールだったんじゃないかっていうあのなんか考えを僕はちょっと持ってたりしててあの当時のベーブ・ルースって、まあ、めちゃくちゃ打つ人なのであのよく敬遠されてたんですよ敬遠って要はあのボール4回投げて一塁には走らせちゃうっていう。でめちゃくちゃホームランを打つすごい選手でも結局その。 ストライクゾーンに球入れなかったらホームラン打てないわけですよ。で一塁に行くだけだったら大して影響ないのね。でもほらなんか必ずホームラン打つ人だったらランナーがいるとそれでなんかツーランとかスリーランとか打たれちゃうともうすぐ点入っちゃうんだけど要はボールをちゃんと投げてくれない人だらけだったのよ。で予告ホームランっていうのをやるっていうので予告をすると観客も沸くわけですよ。おこいつすげーなと でピッチャーもそのある程度実力のあるるピッチャーーに対して予告ホームランをすすわけですよでそうするとそのピッチャーとしてもいや俺もちゃんと勝負したら勝てるかもしれないっていうのがどっかにあるわけですよプロのピッチャーだからね。で観客の方もそのなんか予告ホームランしてるからそれはちゃんと対決してほしいとフォアボールとか投げんなよみたいな空気感になるんですよ。 で結果としてピッチャーはストライクゾーンに球を投げざるを得ないんですよ。でまあ、ストライクゾーンに投げるとその予告通っていうのでその要はあれってベーブ・ルースがすごいっていう話というよりはベーブ・ルースはストライクゾーンに球を投げさせるために予告ホームランっていうそういうエンタメを入れて投手の球筋をコントロールしたっていう話だと思うのね。 要はその予告ホームランをしたっていうのはなんかみんなホームランのなんかあの打てるって自信ある人なんだねみたいなところで評価されるんだけど要はピッチャーに球をストライクゾーンに入れさせるにはどうすればいいかっていうのを打者として考えた時にあこれ予告ホームランの演技をしたらあいつ球入れるんじゃねっていう心理戦だと思うんだよね。 というわけであのハンターハンターとか好きな人はレイブ・ルースは実は心理戦で勝ったっていう風なそういう解釈をしていただければいいんじゃないかと思いますはい高校生にそれさせたの松井ぐらいじゃないあ松井さんもなんかフォアボール多かった人なんだよねじゃそのいわフォアボールをずっとそのやられちゃうといくらその打者として優秀でも結果出せないので要はその毎回そのずっとフォアボールで毎回毎回あの一塁に走ってるだけの人だったら 別にそんな大金も払わなくていいじゃんってなっちゃうのでなのである種こうホームランを打つためにはピッチャーがまずストライクを投げてくれるっていうのが必要なのでじゃあストライクを投げてもらうためには何をすればいいかっていうところで考えたってういうの話でさクルクルいいあれでも日本も野球あれ再開するんですよね。なななんんんかかかか無観客かなんかででもなんか プロ野球をやるんだったら高校野球にあればにいいのにと思うんですけどね、えー、プロ野球の一つの球団に絞りそのチームのハイライトを上げるユーチューバーとして活動を始めましたただ著作権的に動画を上げるのは厳しいと思っているのでグレーだと思いますが画像でやりくりして作成しています正直なかなか伸びないんですがプロ野球一つの球団に絞り動画を上げるとすればどのような構成の動画を広くさん上げますかえっとあの「僕だったら?」っていう質問をされる方がよくいるんですけど「僕だったらやりません」 なので、あの、僕だったらという聞き方ではなく、あの、儲けたいです、どうすればいいですかって書いてくれた方が、あの、よっぽどその現実的な話ができると思うんですよね。で、まず、あの、プロ野球球団一つに絞るのであれば、あの、ちゃんと12個チャンネル作ってください。 じゃあその、あの、西武ライオンズファンだとしたら、じゃあもう西武ライオンズチャンネルっていうのにして、そこで西武ライオンズのファンを入れると。で、じゃあ巨人のチャンネル作って、巨人に入れるっていうので、ちゃんとあの、球団ごとのチャンネルはきちんと全部作った方がいいです。で、どれだけ自動化するかなんですよね。あの、えっ、ー、と、野球のなんかサイボーズじゃなくて、なんだっけ、アソボーズみたいななんか、そんな名前の、 あの野球のそのスコア自体を API で取れるようにしてる会社があるんですよね。確かヤフーかなんかの傘下だったと思うんですけど。 要はあの、ピッチャーがこういう球を投げて、バッターがこれを打ちましたっていう。で、そこの API を引っ張っちゃって、その、自動的にその試合を再現するっていうシステムを組んじゃうと、何もしなくても12試合の、その、それっぽい、あの、画面っていうのが全部作れるので、そこを自動化しちゃった方がいいんじゃないかなと思います。で、あの、僕の予想ですけど、時間の問題で多分、切り抜き OK になると思うんですよね。 もともと野球ってテレビが中継しているもんなのでネットの中継って難しいよねっていうのがあったんですけど僕がそのニコニコ動画でやってる当時楽天だけはオンライン中継 OK みたいになったんですよ。 そのまあ、楽天がもともと IT 企業っていうのもあって、まあ別にテレビじゃなくても中継したければ作ればいいんじゃねみたいな感じで、割とそのパリーグって結構そこら辺ルーズになってきてるんですよね。で、今パリーグチャンネルみたいなのも確かあると思うんですけど、あんな感じでそのパリーグは YouTube で載せるのも OK ってなってるんですけど、ただあれの担当者の人がなんか一人ぐらいがあのひたすらもう好きで頑張ってやってるだけなんでテーマ合わないみたいな話があって、で、ただ再生数は上ってるの、その増えてるので、それをその切り抜き OK っていう形にして、まあいろんな人が 作れるようにして、で、収益だけを取るっていう形にした方が、多分長期的に儲かるよねってなるのは時間の問題だと思うので。なので、あの、スポーツの切り抜きっていうのは時間の問題で広まるんじゃないかなと思ってます。NBA もそれやってるんですよね。あの NBA も切り抜き的なやつを OK にしてお金を取ってたりするので。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault?Who's fault?Okay, okay, c h o o s e w h o s fault? Okay, okay. 家ね、いや、帰ってもらえない。いや、今、つらいんすよね、どこ帰るんすか、うん <laughs>